文化放送ポッドキャスト Q&A。続いては大竹紳士講演録です。毎週水曜日はこの方北太郎さんです。はい、こんにちは。はい、お願いします。今菊竹島の花が。うん すごい綺麗に咲いてるよね。さもう、共畜刀。お前、どこで調べて、どこで調べて、今日なんかその、お前い、だから、共畜刀って花を多分は知らないと思うんだけど。なんで、かけないの共畜刀。かけます。桃なんですよ、刀は。共畜っていう字に桃って書いてきて。あ、共畜刀知らないの知らない知らない知らない。あら、こんなに生きてきて。 こんなに生きてきてて、あの、お前みたいに、マッキーは、の花はかりますほら、分かるって、柿沢。あ、でも、漢字かけって言われたら、漢字かけなだけど、花はね、もう有名なんだけど、紫色のスパーってやつ全然違う。濃い、濃いピンクなんだけど、あそう、濃いピンクで、やっぱちょっとラッパみたいな桃の花にちょっと似てるような。桃の花ってどうなんだよ。あの、それも知らないの知らないの も,うの花もう桜より綺麗だよ、桃の花なんて、うそつけ、んどんどんだ,っだったらもう、<あ>そんな、色がだったら日本中、桃になってるはずだろう、何がああ、桃と桜と一緒の似てるのな。 似てるやつな柿沢はね、あのここのスタッフはね、教築ったらね、どっかの政党かなとか言って、政党かなんかどういうこ民主党みたいなもんだって、教築党。このね、教築党ってこの花ね、俺は前から知ってたんだけど、今、俺の自分窓から見えるわけ、あの、すごい綺麗俺の窓ってんだろう、俺のおうちの窓から、うちの窓は公園だから。 前の窓は公園ってどういう意味だよ俺のうちの窓から見えるんだよ前が公園だからっここまで言わないとわかんないかもかるけどわかるけど言葉は端折りすぎだとりあえず京竹と覚えろ今日だ大竹頼むからどう書いてくれ覚えるからいやいや字を書きしなくちゃて名前だけ字字書いてくれ覚えるから字はもうこういう風にここはないけど京竹ね竹に桃なんでね。この頬がわかんないんだけどこ田さん大田さんちゃん 恥ずかしい。こんな漢字は覚えなくていい。なでこを覚えればいいとりあえず、お前、基礎だから覚える挟むみたいな感じそう、挟むみたいな。人、人、人と人形の今日の人弁の、なんかない。そうそうそう。漢字覚えなくていい。人形の今日ひらがなで覚えてていいって漢字は覚えない。わかりました。これ大きいんでしょ、結構。大きい。大きい。ものすごい。見たことあるよ。 もの大きい大きい公園の柿きとかね木だよね椿みたいな椿より大きい感じだよね大きい椿は買ってるからあれだけどねものすごい大きくなるかいい加減に言ってるだろう言ってない言ってないてない何となく分かった高速道路の脇に咲いてるあすごい素晴らしい そうなん意外とねこの凶竹とってねあの公害とかそういうのに強い花でねあなるほどそうなんだあ排気ガスに強いんだそうそうそう咲いちゃうんだそれでねちょっとね俺は前から知ってたんだけどちょっと調べたのねこれはね原爆が落とされてもう75年落とされた後花は咲かないっていう時に一頭最初に 咲いた花が強殖島のが、えー、強くってそれだけ生命力が強いってことなんです、ね。そうそうです、ね、広島の花になっているの、うん、広島県のね、ああもう七十五年咲かないっていうのは誰が言ったの？ それはあの、が落ちたら、誰が言って、ちょっと調べたね。それは、あれが言って、インターネットが言ってた。インターネットが言ったんだよ。じゃあしょうがないね、インターネットはね。全部うのびまあまあ、でも、そのぐらいの知識はあれば。で、意外と、しょう、ちょう、ちょう刀。言えてる。ねん。ち刀は言えない。ちょう刀はね、あの、毒を持ってるから、ちょう刀。 <laughs> 3回だよお前おくとはね箸かなんかにするとね食べるあの毒を持ってるから、うん、あの危ないんだ意外と毒性の強い植物みたいな、うん、花が毒を持ってるの木が毒を持ってるの全て持ってるらしいだから花はだってだから花は箸置きにならないからねだってうだから,だから 箸置きに、箸ったんだ。箸置きはまた別で。箸、ね、に使ったら、毒があって、うんうん、あの。口に直接入っちゃダメだってことですね。うん。俺、はい、町はすぐわかるよ。<laughs> 俺の解説者だから。なるほど <laughs>、うん。作ってやるよ、教室の箸、お前に。<laughs> <laughs> まあ、でもよかったね。覚えて、教養として。で、みんなで。まあ、使わないけどね、俺は。ね、今は使うよ。まあ,いいあ、教畜刀が咲いてる。 うん、今の季節だからでもそんなことそ,ちそう言って、うん、これは広島のねってそういう知識そこまでをねピラピラさせたいのお前はいやそこはまではいいさ,させたかったんだいやいやの花が きれいに咲いてるねそれで伝わればよかったけど、知らないとか言われちゃうから、そういうことになっちゃうわけよ。スーッと流れていくことがね、スーッと流れたら次の話題は何だったんだすか知らないのを予期して、喋り出したニュアンスがいやいや、でもお酒知ってた。ね、微妙に。咲いてるのは知ってるけど、名前と一致してないの。道路にね、咲いてる。あそこのとこそうじゃなかったっけあの 羽田に行く、なんか地下に入る前の左があれ、全部きょ知らないよ、そんなところまで。まあ、羽田よく行くだろ、お前は。<laughs> けど見てないもん、そんな、なんで見ないんだよ、うちの窓から見えてるから、いいんだよ、わざわざ。ばらば咲いてるやつそこ、<laughs> 確か。それで、今日のね、もう一つ、君たちが知らないことを、ね、誰はい、マー君、何いや、サッカーだったあれ、一回。 一回あれ、あんなに歓喜を味わわせてくれた後、あんなにしょんぼりしちゃって、もうがっかりだったけど、えー、あの後、ちょっと近所の,あの公園に行ったんだけど、みんな首うなだれてた、大人。<laughs> 子供だけ、はしゃいでんわ。みんな、う,うん、やっぱ、 あれで,でも全員がサッカー見て公園に来たっていうわけじゃないわけでしょでもそう見えたのかもしれないけどそれがお前首うなら立てるやつはみんなサッカー見たとそれはお前の思い込みだろうだっていやでも元気がなかった日本中全部その公園の人たちう,うんああそう、うん、でものチビの23歳のチビはね、うん、滑り台滑ってうんち、うんうん おしっこなんか言いながら滑ってんだけど、キャッキャ騒いでんだよ。なんであんな騒げるんだろうと思って。なんで。騒ぐだろ、それ。なんでうんちとか、おちんちんとかおかしいのかね。ちっ好きですよ覚えたらちゃんと言ってますよ。うんちんなんだって、お前言ってたお前が一番言ってた子供の頃。今でも言うけど。いや、あれは、いや、その話するじゃないんだそれは、それはそれで、それはなんか分析したいんだよ。なでああいうのがおかしいのかっていうのなんかあるよね。反体制的な。 なんか何かがしても小さい頃から、そこが結局面白いみたいな親からだめって言われるから、なんとかしさね、うんちなんて言っちゃだめって言ったら、うんちうんちって繰り返しますもん,んね。そ,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 それじゃなくて、HWC っていうのがあるわけよ、今、HWC。これはちょっとね、本当に、今日知ったんだけど、びっくりしたよ、こんなのがあるんだって、世界に。 何がどういう w c って言ってね。ホームレスワールドカップって言うんだって。ホームレスワールドカップ。これサッカーなのフットサル。フットサルなので、ホームレスの人が、あの、世界で戦う。去年、パリは64カ国出てる。本当にうん。堂々と更新すんだって、ホームレスで。まあいいけど、別に。 だからスポンサーがついて、うん、今はスポンサーが日本つかなくて困ってるらしいけど、うんうん、この WHWC は1回しか、うん、あの出場できないんだって。 来年も出たいって言っていつまでホームレスやってんだってかじゃないの。そういうことか。来年も出たいはダメってか。一回だけだ。いや、そうだけど、開催は毎年あるんでしょそうじゃなえ三3年か、そこらに。3年に今度は19年には日本で開催して、したいって書いてあったけど、新聞に、あの、お金が、資金がたまらないんだって。うん。まあ、それで日本のチームはね、のぶしジャパンって言われてるんだ。 チーム名がねホームレスでね「のぶしジャパン」っていうね練習集まって練習してるんですかそうそう集まって練習するんですよそれはどこで練習するんですか公園でしょその辺住んでるとこじゃないのだからそのお前何がこう「のぶしジャパン」っていうその名前が気に入ってるわけいいじゃないかのぶしだよだからもう別に野に住んでんだから大人なでしこジャパンってそホームレスなんだからね いやだから念押すなよ何回も分かったよ分かったまあまあそういうようなのがあるのと俺の今日の身近な話題はね吉蔵を買いました今年の夏は吉蔵吉蔵は買わないよ吉蔵だよ吉蔵買って吉蔵ってなんか犬かなんか買ったのかと思って吉蔵を買いました吉蔵だよお前ちゃんと喋れよお前吉蔵と もう買いましたどこにつけんなそのベランダに吉蔵吉蔵じゃないだろ吉蔵1 8 0ンチ縦横のねを買って吉蔵ってわかるわかるすだれとの違いとか吉蔵ってどういうのがイメージできるだは横ああ違うね俺は横に吉蔵ちゃんとつるしてんだよ 吉津は縦じゃないの違うああそういうイメージはあるよイメージとして別に横でもいいんだよんか分かんないけど茶店があって茶店の前に日陰を作るように縦に吉津が走ってんああ縦かけてねそういうのもありお茶を飲む時はすだれは上から横にかかってん吉瀬は縦すだれは大体ね竹で作ってるのああすだれはね吉津は吉で作ってるそうそうよしこの「吉」っていうのはね本当は足なの なるほど人間は考える足であるってうでしょあの弱いけれども考えるからすごいっていう足が足なんで作ってんだけど畳は畳で作ってよもぎよもぎはお餅だよよもぎはお餅三文字のひらがなだってことは分かってるよもよもぎはよもぎ餅とかさ玉川の川べりにされててあれはあれだよこれは何で日本畳になんないからね足 っていううのによしとかだから「あし」って悪いイメージが意味言葉みたいだからあえて「よし」というふうにして使うようになったみたいよ。よし図のよし。最初「よし」をいっぱい束ねる「図ってのは複数形かと思ったんで英語の「ず」英語の「図よしの「図かなとは何?「はねもうこれもまた難しいんだけど「 教竹と知らない人には無理かもしれないけど早く言えよ腹立たし図は作とかね編むという意味があるらしい感じでまあまあそういうねなんかすごい今日どうだって落ちてますね今日三連発で今日ね喋ること何にもなかったからそうなったんだね違う違う俺は教竹とは見て今日朝ね今日見た今日見たんで今日俺の窓から教竹刀って知ってたのはいつから知ってたの だあの花なんとなって乳房に聞いたらいつだよ今日だよ今日じゃねえかお前だって最近ね広島の話とかね今日じゃねえかお前だって知らなかったよあんまり可憐に咲いてるからねはいたくさん咲いてるよあ可憐じゃないだろ知らなかった知らなかったら今日聞いたのかはいまた新しい知識来週もよろしくお願いします明日のこの時間は書評家の大森のぞみさんの登場ですお知らせの後は交通情報です